私は日本から来ました、えー、関西流して方能楽師の宇澤久と言いますよろしくお願いします、えー、まあその旅ということを旅をするということは時間の経過という感じがしますしまたあの 場所を移っていくっていうことで空間この時間と空間っていうのが能、えー、の結構大事なところのポイントでしてでその時間の流れというものを私は、えー、まあ時間というのは確かに横に流れていくんだけれど脳においてはっていうかあの私の考え方としては時間は縦に流れてると。 いう風に考えたいんですね。で、どのぐらいつまり長いか短いかではなく、深いか浅いかで深く浅く。でも時間はちゃんと流れてる。そういうあのた縦にじ縦に感覚が私は大事だと思ってます。横の感覚はやっぱり西洋っぽい感じがするんですね。やっぱり日本人は土深く深く深く掘っていくで、それが時に。 と消化してて上上に上がっていくこの縦の感じそしてこの,この縦を繰り返していても時間はちゃんと横に流れてっていくなんかその辺の縦と横のことが私は脳においてとても面白い、えーまあ、身体感覚だと思っています。あの何かねあのやるときには、ね、るか,かなる思い 遠いところに自分の思いがあるようななんかそういう距離感そういうものをすごく感じるんですあの伊勢物語を題材にした曲をやるときになんかすごくあの旅っていうのはそういうもんじゃないかなとだから自分のはここに今いるでその遥かなる思いそこに自分がこう旅していくわけなんだけどその実際に 刻一刻とこう。だんだん時間が過ぎていく。距離も伸びていく。そういうなんか、あの気候文にというものの、なんか面白さ。そういうのがなんかや演じてる時にあ思いが遠いなっていつも思ってあのやるんですね。あっち、こっちに伝わるお話を元にして作られている。まあ、いわば。 あの日本に「ご当地ソング」っていう言い方があるんですけれどもその「土地土地の歌をあの名所旧跡とかあるいは景色とかそういうものを題材にした歌が「ご当地ソング」っていうのと同じに私はご当地のっていつも思うんですねでそのご当地のあっちこっち本当にあっちこっち新潟のお話もあれば九州のお話もあれば四国のお話も、まあ、ともかくいっぱいあって 本当に全国つ々浦々っていうと大げさですがまあ北はそれほど北の方にはなくても、まあ、ともかく結構そういうのが多い例えば一番あのお母さんがじ子供を誘拐されてそれでその子供を探し求めてはるばる旅をするでその旅の距離の一番長いのは九州の。 えー、日向の国ですから宮崎県から、えー、どん子どを探し求め探し求めどん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 こう行くわけですよそして、えー、ど,うどういう道を通っとか海も通ったでしょうそしてやっと武蔵の国まで来ましたで武蔵の国に,にもいませんまたさらに日立の国まで行ってそしてやっと出会うことができたという「桜川」という曲があります。 こののの桜川のお母さんん歩いいた距離がの中では一番長いんじゃないかといつも思ってますそこの隅田川まで行って子どもが死んでいたという悲劇で終わる曲はこの「隅田川」一曲ですけれどもそうやってお母さんが旅をする旅をするそして旅をするのは女の人は旅をするのは昔は非常に危険だったので大抵 芸能者芸をする、して、それを芸を売りながら。あるいは見せながら、旅をしていく。それ、そういうことをすると、まあ、まあ。あんまり危険、まあ、危険は危険でしょうけど、安全だったのかな。で、そういうお母さんの場合、大抵笹を持って出てきますね。笹を持って出てきたら、ちょっとあれは物狂いという。で、物狂い、つまり、物狂いっていうのは、まあ、気持ちが高ぶったり、沈んだり。 まあ子供がのことを思うとふーっと寂しくなったりあるいはどこかどこかって言って一生懸命になると興奮したり、まあ、感情の起伏の激しいそれを物狂いっていう風な言い方をするんですがそれは大抵芸能をしている芸能をしてそして歌を歌ったりあるいは舞を舞ったりしながら旅をするこういうあの誘拐された子供を求める。 求求めめてて探し求めるお母さんのの曲っていうのがいっぱいありますであとはそうですね脇がのお坊さんが例えばさっき言ったように都からどこかに旅をしていくそしてそこで出会う人から何かを話を聞いてそしてその話を聞いて元本当の人が後の場面になってくると出てくるとかって、まあ、ともかくお能には旅は本当につきものだと私は思ってそれにはだからあの「 思いがが遠くにあるっていうのが私はあの素,敵素敵だなといつも思ってますだからそこの場所で起こる事件ではなくてそういう曲もありますがはるばる旅をしあるいは旅をしてきたはるばる旅をしてきた人との出会うなんかそういうところのまあ結局出会いっていうことなんでしょうけれど旅をするのっていうのは今回私が あの今カナダに来たこともこれも旅をしているわけでその旅で出会った初めて出会う人出会ういろんなじことそういうこともた旅の楽しみでもあるわけでまあそんなところでノート旅っていうのは確かにとても面白いお話だと思います。ありがとうございました